はい、それでは準決勝、Cコートの準決勝、パナソニックエナジーと群馬銀行の試合をお送りします。放送サイドは先ほどと同じ松田のジャガー監督にお願いしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のこの放送サイドは周りパナソニックの大応援団に囲まれておりますが、すごいですね。はい、お互いの声が聞こえないような状態で。ただこのカードはね、非常にいい対戦で、夏の実業団は死闘を繰り返して群馬銀行を勝って、ですね、で12月の桜田記念は、決勝でパナソニックが勝ったと。いうことは今年の公式の大会は一勝一敗ということで。そうですね。はい。はい、非公式での試合ですけど、はい、水の都の時もあったね。あの時にパナソニックさん勝ったんじゃないですか。勝ってますからね。まあそれ入れたら2勝1敗でパナソニックですね。各ね、地方大会の中でそれぞれ当たってますから、はい、ちょっとトスが短かったですね。そうですね、はい、はい、パナソニックさん非常に出来がいいんだよね。そうですね。そういう意味では群馬銀行さんもね、はい、粘らないと。まあ群馬銀行の場合は最終的にやっぱり、はい、4番の森泉選手のところにやっぱボールがこう集まってくると思いますんで ね、 でね、先ほどの準々決勝でね、群馬銀行さんも3セットして、そうですね、終盤はちゃんとレシーブも戻ってきましたからね。ノータッチですね。うまくレフトレフトで点取ってますね。そうですね、はい、さすがです。得意のパターンですね。はい、得意の、ね、時間差。
さあチャンスです。もう速攻で、さあサーブは森泉選手、このサーブ入ればいいですからね。そうですね、サーブね、今センターに行きましたからね。そうですね、宮本選手のところですとちょっとダメですからね、うん、両サイドに散らしたいところですけど、うまいですね。うまいですよ ね落ち着いてますよね。パナソニックはミスが少ないんでね、はい、そういう意味ではあの群馬銀行としてもやっぱミスを少しも減したいですよね。どうですか。さあここでスルスルっと連続で、はい、連続ですね。ちょっとです。鹿児島銀行戦の時はね、はい、あの6番の、佐藤選手ですかね、はい、鹿児島銀行、はい、あの今一歩ちょっと点が取れなかったですけど、今回はいいです ね、 そうですね、今回スタートから2本決めてますから、はい、津田選手のサーブもいいですからね。桜井監督タイムです。ずるずるとね、行きかけるところですからね。あのパナソニックさんはやっぱり点数取るとしたら立ち続けどん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 、はい取りますからね。そうですね、早いんですよね、点数が入っていくのが、はい、さあ
さあこのカットをしっかり上げたいところです。この点数からするとこの時のトスは森泉選手でしょうね。でしょうね。これ以上ね離れたくないですから。あっとカットが乱れました。今のなんかもね、はい、トスになりますからね、あれはね。群馬銀行はブロックつくつかない迷いましたね今ね。そうですね、ようやく切れましたね。切れましたね、取らなかったらアウトだったかもわかりませんね。オーバーネットですね。あれは分かっとんでしょうけど ね、ついつい出るんですね、やっぱり。サーブは渡辺かなえ選手の妹の方です ね、 そうですね。やっぱはい、パナソニックの平野選手ね、セッター、はい、非常に使い方がうまいですよね。今もブロックなかったですからね。ああして打っていけばパナソニックもね、ミスするんですけどね。やっぱりブロックがここから見てるってよくわかりますよね。もう かなり割れてますもんね。そうですね、はい、
オーバーですか。オーバーネットですね。ブロックがもうついてない色な感じですよ ね、はい、そういう意味ではやっぱり使い方が上手ですよね。メンバーチェンジですね。今入る彼女も復活ですね。そうですね、はい。ブロックがね、ついてないですから。で今度は9番 の、はい、野畑選手、そうですね、さっきのバックのライトやってますけどね、今度前上げてきましたね。そうですね、もともとあそこですからね、ポジション。早速野畑選手のブロックポイントですね。そうですね、アウト、アウト。あ、ワンタッチですね。あ、ワンタッチですか、はい。ちょっと点数が空いてますからね。そうですね、連続で取りたいところですね。なんかしたいですね、はい。今の精度ですよね、2段のね、つなぎのね、オーバーネットですね。オーバーネットですね、セットポイントです。結果21対13です。もう少しね、セッター展開になるかと思ったんですけどね。そうですね。まあ、今の振り返ってみると、はい、あんまり今の、森泉選手の、はい、打たせてないんですよね。打たせないですね。まあ、そういう意味では、まあ、2セット目以降、はい、まあそこへやっぱりボール集める回数がもっと増えてくるんじゃないかと思いますけどね。そうですね。まあ、そうしないとね、チャンスは出てこないと思うんですけどね。
ただパナソニックの選手のね気迫というか顔つきも普段と違うね、そうですね、顔つきで。佐々木さんも選手に任せてますね。そうですね、ここでもう後につながるどうのこうのいうのはないですからね。そうですね、 100% 気持ちも入れて120ぐらいの力をね選手が出せば、ね、はい、片っぽのコートではね富士通天が徴用会とでも一方的な展開で2セットを取ったみたいですが、はい、まあ、このまま順当にいけば決勝でパナソニックさんと富士通天という戦いですが、そうですね、パナソニックさんがねその最後ということで気持ちがちょっと高ぶるようなことがあればちょっと面白い展開になると思うんですけどね。また両さんはね、はい、よく練習でやってますからね。正月明けてからも何回もやってますから、はいはい、勝つさあ2セット目、まあ、群馬銀行としてはね、はい、序盤頑張りたいですね。そうですね、はい、惜しいですね。まあ、サーブが森泉選手なんでね、はい、ここ続けたいですよね。ちょっともったいない点ですね。そうですね、ネットタッチですか。いいサーブですね。やっぱりこうずっとこう、はい、パナソニックさんが攻撃しているような感じで、そうですね、受け身になってますよね、群馬銀行さんね。この逆の展開の方がね、そうですね、いいんですけど、はい、
サーブがいいんですよね。いいですね。ワンチないなし、ワンタッチなし。2枚になりましたね。そうですね、はい、いいサーブですね、これも。サーブです。高いですね、今のもね。高いしね、あの、うん、よく見てましたね。そうですね。だから群馬銀行としてはもう少し森泉選手にトスを上げてもいいかもしれない。上げてもいいと思うんですけどね。いいサーブ。はい、上げましたね。久しぶりにラリーを取りましたね、群馬銀行。
ホールディングですかね。ホールでね、ちょっと、ね、ちょっとね、遅れた分遅れましたね。持ってしまいます、オーバーですか。なんとかね、このままついていって、そうですね、はい、粘っていけばもちろんチャンスは出てきますからね、はい、チャンス出てきます。チャンス、あらら、はい、森泉選手を結構やっぱ封じてるんですよね、そうですね、ファンネックね、はい、そういう意味でやっぱブロック力もやっぱりパナソニックはすごい高いですね。結構ね、群馬さんは、ね、森泉選手に代わるような選手が ね、 そうですね、ちょっといないから。サーブですね、今のも。やっぱりトス回しがいいですね。そうですね、だからブロックがもう完全にもう割れてるんですよね、はい、割れてますもんね、はい、あれだけ割れちゃうとやっぱりね、ちょっと守る方も ね、 ね、はい、うん、A コーター終わりましたよ。終わりましたね、早いですね。21対10で2セット目、富士通店決勝ですね、はい。なんか森泉選手が決まりました、ね、そうですね、さっきパナソニックのサーブダブルがあって、そうですね、はいはい、
もういいんじゃないですか。やっぱりブロックがかなり割れてますよね、はい、割れてますからね。いいサーブですね。いいサーブ、いいコースです。さあここ群馬銀行はちょっとね我慢して、ひっついておきて離されへんようにね、はい、惜しいですね。渡辺選手、お姉ちゃんの方のサーブです。彼女もね、サーブ入ったらいいサーブですからね。ジャンプサーブ持ってますからね。高くて速いっていうね。そうです。いいっす。あ、あのトスですよね。さあ、なんとかもう1点欲しいとこです。そうですね、はい。打ちそうで打たないという、はいはい、非常にうまいですよね。でも見事ですね。追いつこうとすると離す。そうですね、追いつこうとすると離す。群馬銀行としては嫌な展開ですよね。嫌な展開ですね。追いつきたいですよね。この追いつきそうで追いつかないで、追いつかないんですね。またここで1点パナソニック取りましたからね。ここ気をつけないと連続でいく可能性がありますので。ちょっと大きいオーバーネットですかね。オーバーネット、点差は5点です。そうですね、パナソニックというチームは点数が入り出すとどんどん入っていきますからね。そうですね。
群馬銀行はここちょっと早く切りたいですよね。そうですね、さあセッターに返したいところです。カットもう一回、あ、行かなかった。逆にやられました。逆襲です。逆襲、今もね9番の野本選手のレシーブですよね、はい。サーブで欲しいですね。そうですね、森泉選手。非常にうまいですね。4枚いきますね、ブロック。ちょっと短いけど、非常にいやらしいプレーですね。打ってないですからね。そうですね、タッチですよね。強打でバシッと来たらね、打たれた方も諦めるんですけど段数。ちょっと足が出なかった。12番も復活ですよね。そうですね、はい。シーズン途中でね、彼女は昔足故障したんですよね。そうですよね、はい。非常に使い方がね、はい、うまいですよね。多彩ですよね、見てて。そしてね、その全てのアタッカーがそれに応えてますから。そうですね、はい。ここはダメというポジションないですからね。そうですね。さあ、マッチポイントです。いいサーブ、ナイスサーブ、ライトへかかった。
最後は13点と、そうですね、ストレートで、はい、パナソニックエナジー決勝進出です。結果的にはベスト4はシードチーム4つがそのまま残ったという形で、そうですね、そうですね、結果的にはそうですね、はい、今からコートでは群馬銀行のサイン表彰、コート表彰があるみたいですね。それではまた次決勝の解説よろしくお願いして、よろしくお願いします、はい、以上ありがとうございました。